こんにちは。楽しく勉強ワンポイント私塾のテツです。今日は名言格言として言葉を取り上げます。フランス人で昭和初期の日本を愛したポール・クローデル氏の言葉を取り上げます。昭和初期というと戦争に向かっていく暗いイメージしかありませんが、実際は違います。外国人の言葉を通じて見る当時を感じられたらというふうに思います。一緒に楽しみながら勉強していきましょう。お付き合いください。それでは名言格言としてポール・クローデル氏の言葉を取り上げます。ポール・クローデル氏はこの写真の人なんですけれども、世界でただ一つどうしても生き残ってほしい民族を挙げるとしたら、それは日本人だという言葉を残しています。この人がどんな人でどんな背景だったか見ていきましょう。それではポール・クローデル氏とその発言について詳しく見ていきたいと思います。まずポール・クローデル氏ですけれども、先ほどと同じ写真ですが、この人ですね、このフランス人のこの方の発言を取り上げて今日は見ていきたいというふうに思います。ではその発言全体を見ていきたいというふうに思います。私がどうしても滅びてほしくない一つの民族があります。それは日本人です。あれほど古い文明をそのままに今に伝えている民族は他にはありません。日本の近代における発展、それは大変目覚ましいけれども、私にとっては不思議ではありません。日本は太古から文明を積み重ねてきたからこそ、明治になって急に欧米の文化を輸入しても発展したのです。どの民族もこれだけの急な発展をするだけの資格はありません。しかし日本にはその資格があるのです。古くから文明を積み上げてきたからこそ資格があるのです。そしてこう付け加えた。彼らは貧しい、しかし高貴である。これがクローデル氏が話した前文というふうになります。日本について敗色濃厚の頃、後で触れますけれども、戦争が末期になってきた頃にこのように話をしています。皆さんどう思われたでしょうか。本当に私はこれを見た時にですね、非常に感動しましたし、当時の日本人っていうのがどういうふうに思われたとかいうのがよく見える発言だったなというふうに思います。しかもですね、クローデル氏が言うのは、その日本の歴史、古い歴史があるということを非常に強調して言っているということが非常に印象的でした。日本人でもなかなか知らないような、歴史っていうなんですけれども、その頃のクローデル氏はそれも学んだ上で話されてたんだなというふうに思います。最後の言葉ですね、彼らは貧しい、しかし高貴であるという言葉も非常に印象的ですし、我々今の日本人もしっかり知っておきたい発言の内容かなというふうに思っております。はい、それでは先ほどの言葉を見た上でポール・クローデル氏とはどういう人か、またその発言の背景について見ていきたいと思います。まずですけれども、はい、ポール・クローデル氏は大正10年から昭和2年の間に駐日大使として日本にいました。駐日大使ですね。ポール・クローデル氏は、大使として日本にいた人で、大正の末期から昭和になる頃に、赴任していたという人です。はい、次に先ほどの発言の背景なんですが、ポール・クローデル氏が昭和18年1933年敗戦濃厚の日本を憂いて本国フランスのパリでスピーチしたのが先ほどの内容というふうに書いておきました。そういう意味では先ほどの発言というのは本国で、されたものですし、日本を離れてからだいぶ経ったものではあります。
ただ、まあ、その頃は本当に世界情勢が非常に厳しい状況になり、第二次世界大戦という中で、日本がどんどん孤立というか、まあ、敗戦濃厚に近づいていく中でのスピーチだったということを、しっかり知っておくといいかなと思います。駐在していたフランス大使館で関東大震災に遭遇する。クローデル氏はその時の日本人の冷静さや我慢強さに驚いているというふうに書いておきました。実際その期間としては日本にいたのはあまり長くなかったのかもしれませんけれども、この時に大きな大事件があったというのがこの関東大震災になります。写真ちょっと一つ上げておきましたが、こちらの写真ですけれども、まあ、写真いろんなのも出てきます。この関東大震災というのは本当に大きな震災でした。もちろん、東日本大震災という最近あったですね、日本でも大きな地震ありましたけれども、まあ、それに勝るとも劣らないというか、まあ、この当時でいうと、まあ、火災がひどかったり本当に悲惨な状況になりました。東京壊滅とまで言われたぐらい、かなりひどい状況になって、その状況のところにポール・クローデル氏はいました。でクローデル氏自身もですね、もう地震が本当に怖くなったみたいで、まあ、いろんなことが書いてあります。ただその中に本当に書いてあることは何かというと、日本人というのはいかに冷静でしっかり秩序を重んじて行動していたかということが書いてあります。まあ、ここではこんな風に3行で簡単に書いてありますが、実際のところは本当にいろんなものに見てですね、こんなこともあった、瓦礫の中からも助けてくれとかそういう言葉じゃなく、本当に、自分より他の人を先にと言ったりという日本人の姿を見てですね、本当に驚愕し感動したということが残っております。そういう意味ではですね、その言葉、フランス人から通じた言葉なんですが、それを見てもですね、本当に当時の日本人と今の日本人と何も変わらない。本当に日本人というものは遺伝子と言ったらいいのかわからないんですけれども、関東大震災の時でも、そういうことだったんだなということが改めて見て取れる話に見えます。非常に、驚いたということは、いろんな文から出てくるところですね。はい。関東大震災の体験だけではなく、クローデル氏は日本を称えているというふうに書いておきました。クローデル氏の残した文章とかいろんなものは、あるんですけれども、まあ、ここではちょっとそこまで細かく出せなかったので、関東大震災の話で書いておきましたが、いろんなところで日本人というのはすごいなということを書いてます。実際そういう目で日本を接してきたんだなという人だったということは見て取れるかなと思います。ただ最後にも、これ付け加えておきますが、ただし日本の軍部批判や関東大震災での朝鮮人虐殺といった批判もしているということです。こちらの必ずしも日本のにとっていいことばっかり言ってたわけではないですし、いろんなことがある中でこうした批判もしていますよということは、まあ、あえて付け加えておきたいなと思います。まあ、ただですね、この頃の批判というのも非常に実際に見たというよりもですね、そのあたりマスコミやら、いろんな噂話であったりという部分もたくさんあるようですので、まあ、必ずしも正しいとは思わないですけれども、ただ必ずしも日本のことを、全部いいと言っていた人ではないと。でもあれだけの発言をした人だということは知っておいていいのかなと思います。これのポール・クローデル氏の言葉を通じてですね、私が思うことはですね、こちらですね、暗黒と言われます昭和初期のこと、暗黒と言われた昭和初期でも我々の先人は高貴だったというふうに、あえてクローデル氏の言葉もお借りしながら、書いてみました。彼らは貧しい、しかし高貴であるといった言葉というのは非常に印象的ですし、今の日本人も、昔の日本人、ちょっと前の日本人がそれほどに称えられた人たちだったということは誇りにしていいのではないかなというふうに思います。我々の先人は高貴だったと、決して、敗色濃厚だから暗いとか、戦前期だから、軍国主義だとか、そんな簡単な言葉で片付ける話ではないんではないかなというのが、先ほどのクローデル氏の言葉を通じても見えてくるというふうに思います。それでは本日はここまでです。いかがだったでしょうか。
次回も名言格言として明治維新の中心人物で私の最も尊敬する人の一人、吉田松陰先生の言葉を取り上げます。若くして切腹した吉田松陰先生の情熱あふれる言葉とそれにまつわる話を見ていきたいと思います。番組を見ていいと思った方はぜひ番組登録といいねボタンをお願いします。学ぶことは楽しいです。このチャンネルは楽しみながら勉強する手助けになれればと思って配信しております。ぜひ次回もお付き合いください。ワンポイント私塾の鉄でした。